ここからは今月から始まった木曜日の新コーナー、兵庫ど密着です。田島、丹波、播磨、淡路島の駐在カメラマンから届いた地域にど密着した映像をお届けします。今日は播磨からの話題です。カッパの蛾次郎で有名な妖怪の住む町、福崎町。蛾次郎発見から10周年を迎え、ますます発展する町づくりを紹介します。うわーって感じで、はい、びっくりしたよな。もう子供がやったら泣く子もおったけどね。怖かった。大きかったから。わーい、わーい、カエルじゃない、カッパや。福崎町の池に突如現れたカッパの蛾次郎。蛾次郎の発見から今年で10周年となりました。カッパの蛾次郎が誕生したのは、民族学者柳田邦夫が福崎町の出身で、公園内にはその成果があり、妖怪研究でも有名だったことから、町が妖怪での町おこしを計画したのがきっかけ。10年の間にさまざまな町おこしに取り組みました。このカッパのサイダーですとか、ラインスタンプ、そして逆さ天狗など、本当に面白い取り組み、いろいろやってるんですけれども、井川さん、すごい迫力ありますでしょ、どの企画も。すごくリアルですね。はい、ちょっとね、あずささん、お子さん連れていくとびっくりしちゃいますかね。そうですね、どんな反応をするのか。意外とね、やーとかって言ってこう突撃してくるのかな。お子さんの性格にもやるかもしれませんけれどもね。でこういったね、レンタカーも最近は人気の一つとなっています。見どころ盛りだくさんですが、すっかり福崎町のキャラクターとして定着した蛾次郎。新たなグッズも加わり、ますます盛り上がりを見せます。蛾次郎、どうしてここまで人気になったと考えられますか？いや、もう見た目とね、こう動きやと思いますね。なんとも憎めないキャラクター、いい味出してると思います。ご覧いただいておりますように、コミュニティバスですね、それとこちらはタクシーなんですけども、交通事業者さんにも協力をいただきながら、妖怪の街づくり進んできているのかなというふうに思っております。こちらがね、ラッピングされた車体なんですけれども、将棋を指す天狗と蛾次郎、そして天井には一旦木綿などがあしらわれていて、これはでもちょっと可愛らしいデザインで、ね、ちょっと愛されるようなキャラクターたくさんですけれども、井川さん、これもいいですよね。可愛いですね。商品になりますよね。蛾次郎さん、10周年おめでとうございます。めっちゃ働いてよう頑張った言ってます。たくさんの観光客も来られると思いますが、どうなってほしいですか？カッパをはじめ、他の妖怪たちもたくさんいるんで、福崎町のたくさんの妖怪に触れ合って、みんなで妖怪盛り上げていきたいと思ってます。あずささん、すごくないですか？蛾次郎喋ってるんですよ。すごいですね。しっかりパーだから口元丸見えっていうこれだけ大きな口開けてますからね。そうですよね。ちゃんと PR してます。カッパ、蛾次郎乗られててびっくりしませんでした？びっくりした。こんな企画で初めてやからね。はい、ありがとうございました。バイバーイ。バイバイしてくれて貴重な移動手段となり、買い物や通勤など地域に密着したサービスとなっています。ただ絵面はすごいですね。いかがですか、乗り心地は？最高や言ってます。どんなところが最高ですか？優しい運転が最高や言ってますこちらは県指定重要有形文化財の大城屋三木家住宅。民族学者柳田邦夫が幼少期に大量の書物を読んで過ごしたことで知られます。その三木家住宅の9棟のうち6棟をリノベーションしたのが宿泊施設ホテルリッポニアです。めっちゃおしゃれですよ。このホテルですね、客室にある仕掛けが、
QR コードをスマホで読み込むとカッパが AR で出現。かわいいという声があずささんから漏れた。かわいい。どうですこれ、一緒に写真撮れますよ。いいですね、息子もきっと同じポーズでね、横並びとかめっちゃかわいいですよね。いい、そういった記念写真もぜひ撮っていただきたい。民族学者の柳田邦夫さんが、幼少の頃過ごしたというので、まあ、ここで過ごしたことにインスパイアされて、まあ、妖怪の本もたくさん書かれてますから、まあ、せっかく泊まっていただいた方にも妖怪を体験していただきたいということで開示しました。ちょうど10周年ということで、妖怪を使ったこう盛り上がりはもっとできると思いますから、いろいろ町と一緒になって考えてきたと思っております。まあ、福崎町全体がね、柳田邦夫先生の、妖怪を生かした町づくりということで進んできて、妖怪を入り口として、まあ、日本民族学にもこう関心を持っていただけるような、そういったような町づくりを進めていきたいと思っております。最初はゆるくないっていうあずささんのこう一言漏れてましたけど、最後にはもうかわいいって、なんかちょっと愛着持てますね。愛着湧いてきますね、だんだんと。だんだんとね。そして AR までガジロウが登場しましたが、10周年を迎えて地域住民へのサービスからさらに観光誘致、福崎町の街づくりますます発展していますが、井川さんどうご覧になりました？普段からガジロウって回ったりするんですか、いたりするんですかね。なんかあえてバスに乗り込むということは滅多にないそうなんですけれども、だから会えた方々は結構驚いてらしたそうです。レアケースですもんね。いい記念になりますよね。でももうなんか地域の方にすごく愛されているという感じは伝わってきましたよね。はい、もうね、愛着が湧きますよね、本当。もう怖がってないお子さんもいましたしね。はい、あずささんはどうです、ちょっと行きたくなりましたか？楽しそうですよね。映えスポットもたくさんありますし、鳥がいあるなと感じました。ただ、ね、お子さんにちょっと事前に説明してから、ね、そうですね、怖がらない準備をして、うん、でも愛されキャラクターですから憎めないっておっしゃってましたから。もう今やね、本当に妖怪の街として定着した福崎町ですけれども、次ね、どんな新たな企画が生まれるのかも引き続き期待したいと思います。ここまで兵庫ど密着のコーナーでした。